1週間に2回しか販売しない幻のホルモン、販売開始1分もしないうち売り切れというかサイトに入れない、そんな幻のお取り寄せホルモンの購入に成功。オーストラリア産のコプチャン、牛の小腸、1袋 400g 入りで22,800ウォン、専用のソースもついてます。我が家は5回目で成功しました。食べたくても買えない幻のコプチャン、焼いていきます。冷凍状態で配達されるので、食べる前の日に冷蔵庫に入れて自然解凍。固まっているコプチャンをほどいて均等に火が通るように、きちんと下処理されているようで、お店で食べるホルモンに比べると油の量が断然少ないです。コプチャンの油とジャガイモがよく合う。 SNS で見たのを真似してみました。ここまではうまくいったんですが、カメラを回した途端絡まっちゃって、もうちょっとだけ待っててください。あ、これかな。そう、油が少しずつ出始めていい色になってきた。じゃがいもは火が通るのに時間がかかるので、コプチャン食べ始めて中間ぐらいに食べるのがベストです。なんだかソーセージみたいです。たっぷりのニンニクを投入。コプチャンの油で焼いたニンニクも最高。玉ねぎとししとうを最後に入れました。コプチャンの油で炒めた野菜が好きなんですが、入れすぎないように注意します。油がそこまで多くないのでお店みたいにいきません。これはコプチャンにつけて食べるソースです。今日はマッコリで乾杯します。前に本店へコプチャンを食べに行った時、マッコリをワイングラスで飲んでいるのを思い出して、我が家でも真似してみました。アルミカップで飲むのとはちょっと雰囲気が違う。ある程度火が通ったら3センチぐらいの大きさに切って食べます。鉄板の横にあるのはニラ和えです。醤油、砂糖、唐辛子、ごま油で和えたものです。このソースがまた美味しいんですよ。
もうお店でコプチャン食べなくていいくらい。大満足の味。人気の秘密がわかりますね。本当に買うの難しかったんですが、納得。コプチャンとマッコリもよく合う。ニラと一緒に食べるのも美味しいです。鉄板で軽く焼いたニラとコプチャンの組み合わせも最高。とっても美味しく食べた後はやっぱり焼酎です。ユッケジャンカップ麺味のポテトチップス、これと焼酎がまたよく合うんですよ。今日も大好きなお酒と美味しいコプチャンで幸せでした。うん。お酒が進む進む。